こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画では なぜかおしゃれに見えない理由ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています僕はですね普段からいろんな大人の男性を観察してるわけなんですがそうするとですね結構おしゃれを頑張ってるように見えるんですがなぜかおしゃれに見えないという人にですね結構遭遇するわけですねなんでこの服着てるのに似合わないんだろうとかそこそこいいものを着てるはずなのになんでしっくり来ないんだろうとか、まあ、そういった悩みを持ってる大人の男性は意外と少なくないのかなと思っています 思ってます一方で、お金はあまりかけてないのに、おしゃれに見える人もたくさんいるわけで、そこにどんな違いがあるのか、どういった点を気をつければ、おしゃれに見せることができるのか、そのような点をですね、今回皆さんになるべく言語化して、丁寧にお伝えしたいなと思ってますので、なぜか素敵に見えないということで悩んでいる方はですね、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ僕自身もですね、普段スタイリストとして活動する中で、ごくごく一般の方をですね、スタイリングすることが多いんですね。まあそうなる あとですね、服はかっこよくなったのに、どこかしっくりこないということも結構少なくないんですが、その理由をですね、今回ちゃんとお伝えすることで、皆さんにもですね、きっと服が似合いやすくなるかなと思うので、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。 もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい、ということで早速具体的にですね、おしゃれに見えない理由を一つずつ解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、時代遅れ感が出てしまっているという項目なんですね。まあ一点ずつの服が高かったりだとか、ブランドものであっても、やっぱりですね、服には旬な時期というものがあって、 買ってからですね、3年以上経ってしまうと、微妙にですね、トレンドが変わったりだとか、今の自分とマッチしなかったりするためにですね、なんか似合わなくなるってことが少なくないんですね。まあ、具体的にどんなアイテムが時代遅れ感が出やすいかというと、例えばですね、深い V ネックの T シャツとか、あとはニットですね。こういったアイテムというのはちょっと前に流行ったもので、今でもですね、店頭にはあるんですが、あまり旬な雰囲気というのは漂いにくいんですね。でですのでこういったもの なななののでちょっっっとととと高いいいいいいももだとかかかかブランドものを買っていたとしててたし似合いづらいかなという,ふうに思っていますあとはパーカーというアイテム最近のトレンドではあるんですが、まあ、このアイテムの中でもジップアップ式と呼ばれるようなジップで開けるようなタイプとあとはプルオーバータイプといって被るタイプ2つあるんですが、まあ、ちょっと前まではですねジップアップ式の方が断然多かったんですが、まあ、最近はプルオーバー式の方が旬な雰囲気がするわけでこれをですね前者を選んでるとどうしてもですね今っぽさというと も漂わないですし時代遅れ感というところがちょっと出てしまうかなと思ってるのでやはりですね高いものを買って長く着るということは素敵なことではあるんですがある程度時代の流れだとかトレンド感というものが存在するのでそこまでですね一丁らみたいなものに投資をするのではなくて、まあ、定期的に入れ替えていくというところがまあ、時代遅れにはならない一つのポイントかなというふうに思っていますユニクロなんかを見ていてもやっぱりですねベーシックなものが多い中でちゃんとトレ レンド感とというところも訴求してあるのでサイズ感が変わったりだとかアイテムのラインナップも微妙に変わっていたりするわけなのでやはり大人の男性にはですね定期的に服を入れ替えるというところそこさえ意識してもらえればあまり時代遅れ感は出ないかなと思うので一長蘭の服よりもある程度回転させていくというところは意識をしてみると良いかなと思ってます。 はい、続いで二つ目の要素なんですが、価格帯にメリハリが効いていない。これも結構問題かなというふうに思ってます。本当に今はですね、安くていい服というものがたくさん売ってますので、まあ先ほどから出てきたユニクロだとか、自由だとか、グローバルワークだとか、まあ他にもですね、様々なファストファッションブランドがあるので、そういったものだけで全身をコーディネートするというのも十分可能なんですが、 やはりですね、全身が同じような価格帯だと、どうしてもですね、メリハリが効かなくて、大人の男性が着るにはですね、ちょっと頼りなさを感じることもあるかなと思っています。 あくまでこういった価格帯の安いものというのはパーツとして使うことがいいかなと思ってまして全身をコーディネートするわけではなくて例えばユニクロであったらボトムスがすごく優秀ですしあとはインナー系ですね T シャツだとかあとはその上に着るようなニットだとかこういったものはすごく優秀かなと思うんですがその一方で上半身に位置して割と主役級のアイテムになるような例えばジャケットだとか アウターだとか、こういったものに関しては少し投資をしてみるだとか、あとは靴だとかバッグもユニクロで買えますが、 こういった部分までオールユニクロだとか安いもので揃えてしまうのではなくて例えばスニーカーだったらニューバランスのスニーカーを旬なもので取り入れてみるだとかナイキのスニーカーを取り入れてみるだとか、まあ、ベーシックなとこで言えば白のスタンスミスを買ってみるだとかせいぜい靴だったら1万5五千円前後のもので選んでみるだとかあとはバッグにしてもですねベーシックで使いやすいものユニクロにはたくさんありますがどうしても大人の男性が使うにはですねちょっとこうベーシックすぎてもう少し上品さとか大人っぽさが必要かなと思うので そこはですねセレクトショップのオリジナルですとかそういったものでも構いませんのでちょっと価格帯を上げながらユニクロの良さとちょっと価格帯の良いもののミックスを楽しんでもらうと割と素敵に見えやすいかなというふうに思っています、まあ、全身ユニクロでコーディネートするためにはそれなりにですね知識だとか経験がないとなかなか難しいのでそこら辺はですね頭の片隅に置きながらおしゃれが苦手だとかあまりよくわからないという場合はうまくですねセレクトショップですね、まあ僕の の動画の中でよく出てくるのはグリーンレーベルだとかナノユニバースですとかあとはエディフィスですとかこのあたりをミックスしてあげるとすごくですね見え方が変わってくるかなと思うのでぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、続いて3点目の項目なんですが、これもね結構多いんですけども、色使いがですね、結構間違っているという場合が少なくないかなと思ってます。まあ、色ってすごいたくさんのバリエーションがあるので、その中でどれを選べばおしゃれに見えるのか、ここはですね、結構大きな違いが出るかなと思うんですが、結構おしゃれが苦手な方がやってしまいがちなのは、ビビットな色使いをしてしまうということで、 赤だとか、オレンジだとか、あとはグリーンだとか、結構はっきりとした原色系の色を使ってしまうとなかなかですね、悪目立ちしておしゃれには見えづらかったりするんですね。特にスポーティーなアイテムですね。 スニーカーとかも結構いろんな色が使ってあって割とはっきりとしたものも少なくないかなと思うんですね。あとはマウンテンパーカーとかも結構ですね色使いが華やかなものもあったりするんですがそういったものを使ってしまうとコーディネート全体がごちゃごちゃして見えてしまってなかなか素敵に見えづらいんですね。ですので強い色というのはなかなか使うのが難しいということ。ここはまずはですね第一ステップとしては頭の片隅に置いておくといいかなと思っています。 あともう一つやりがちな失敗というのは曖昧な色を使ってしまうということで例えばベージュだとかライトグレーだとかオリーブだとかカーキみたいな色ですねこういった色というのは正直ですねおしゃれが苦手な方が使ってしまうとすごくやぼったく見えるんですね 例えば、ベージュのチノパンだとか、グレーのパーカーだとか、ここら辺はめちゃくちゃ危険で、ある程度おしゃれな人じゃないと使いこなせないということは、頭の片隅に置いていただければなと思います。まあ、コーディネートとして難しいのは、グレーのパーカーに、 カーキのパンツを履いてしまって、あとはスニーカーでいろんな色が使われているものを合わせてしまうだとか、こういった着こなしはかなり難しいかなと思うので、まずは色選びにおいて大切なのは、ブラックですとか、ネイビーですとか、ダークグレーですとか、明るい色だったらホワイトですとか、このあたりのベーシックなカラーをしっかりと揃えること、これがですね、最も大切だなと思ってまして、意外とですね、おしゃれな人でもモノトーンしか使わないという方もいますし、あとはベーシックカラーだけ だけでコーディネートしている男性って結構多かったりするのでそこまでですねビビットなものだとか曖昧な色というのを優先するのではなくてまずはオーソドックスなカラーからしっかりと揃えることまずはメンズにとってはネイビーだとかホワイトこの辺りが使い勝手がいいかなと思いますそしてこういったベーシックなカラーがある程度揃ってきたら中級者向けに オリーブだとか、ベージュだとか、こういったものをちゃんと意図しながら使うということですね。なんとなく選んで、なんとなくですね、おしゃれに見えるかなというので使ってしまうと危険なので、ある程度ベーシックなところが抑えられたら、その次のステップとして、ベージュ、カーキそしてライトグレーとかを使えるとすごくおしゃれかなと思うので、色使いに関しては最初はあまり攻めすぎないというところが大切なのかなと思っています。 はい、続いて4点目の項目なんですが、これもですね、結構多くの男性に共通するんですが、雰囲気に合っていない服を着ているというものなんですね。これがですね、なかなか難しくて、人によって似合う服って全然変わってくるんですね。 例えば明るくてなんか陽気な雰囲気の方であればどんなものが似合うのかとあとは真面目な雰囲気の方が似合うものって変わってくるわけですね例えば前者の割とですね明るい雰囲気の人であればちょっとこうトレンド感のあるものだとか色使いに関してももちろんベーシックなネイビー、ブラック、グレーとかは似合うんですけどもそれ以外のですねベージュだとかカーキだとかあとはちょっとアクセントカラー的なものですねそういったものも似合ったりするんですけども 真面目な雰囲気の方だと、なかなかトレンド感の強いものだとか、あとは色使いがビビットなものだとか、さらには柄もだとか、そういったものがなかなか似合わなかったりするんですね。ですので、自分のキャラクターというものをしっかりと理解しながら、どういったものが似合いやすいのかというところは、頭の片隅に置いていただくといいかなと思っています。まあ、例えば、僕自身はどういったキャラクターなのかというと、 真面目なのか陽気なのかで言うと、割と僕は真面目寄りかなと思ってまして、ですので僕のキャラクターを加味すると、そんなに派手なものって使わない方がバランスがいいかなと思っていまして、僕が好んでよく着る服といったら、ブラックだとか、ネイビーだとか、ダークグレーだとか、ホワイト。 そして、まあ場合によってはオリーブだとかベージュも来ますが、そこまでビビットなものは使わないんですね。それは僕の性格みたいなものを加味しながら色を選んでるわけで、そこにですね、ビビットな色を持ってきても、やっぱり違和感があって、 僕のキャラじゃないなっていうのがどうしても出てしまうので自分自身のキャラクターというところを加味しながらある程度ベーシックに振った方がいいのかトレンド感があった方がいいのかこのあたりはですね調整してみるとすごくバランスが取りやすいかなというふうに思っていますもう一回整理をすると例えばですね明るくて陽気な方であったらどんな服が似合いやすいかというとベーシックなものはもちろん似合います色に関してもベーシックなものも似合うしあとはコーディネート自体もベーシックなものは似合いますが それだけだとちょっと退屈に感じられることがあったりするのでキャラクターを活かしながらややトレンドに振ったものですねサイズ感だったらややゆったりめのシルエットなんかも似合いやすいかなと思いますしあとは色とか柄に関しても少しベーシックからずらしてアクセント的なものも似合いやすいんですね ま、例えばお笑い芸人の方の衣装なんかを見てもらうと分かりやすいかなと思うんですが職業柄やっぱりですね明るい雰囲気の方が多いのでそういった方はベーシックなものよりも意外とですねアクセント的なものが似合いやすかったりするんですね一方で硬い雰囲気の俳優さんだとかそういった方がですねなんかビビットなものを着ていたりだとかトレンド感強めのものを着たりするとやっぱり違和感があったりするのでそのあたりは本人のキャラクターによって似合うものが変わるということも頭の片隅に置いていただきます だければなと思っていますはい続いてラスト5点目なんですがこれはファッションからちょっとずれるんですけども「ヘアスタイルが整っていない」という項目なんですね。 これは本当に僕自身も実感しているところなんですが、まあ、普段のですね、月曜日から金曜日まで仕事モードの時にはヘアスタイルはしっかりと整えるんですが、まあ、それ以外ですね、土日とか仕事で動画を撮らないだとか、外に出ないという時にはですね、ヘアセットをしないことも少なくないんですね。そうすると、いざですね、着替えて外に出ようとした時にも、 ヘアスタイルが整ってないので、いつものですね、3、4割ぐらいですね、魅力がダウンするなというのを感じるわけですね。 ヘアスタイルってかなり重要で、ここがしっかりとまとまっていないと、どんなにファッションで着飾ってもですね、なかなかバランスが取れないんですね。ですので、全体としておしゃれに見せたいのであれば、ヘアスタイルを整えるということは、ものすごく重要度が高いので、ここはですね、休みの日であっても、ある程度いつものルーティンとしてヘアセットした方がいいなというふうに僕自身も感じていて、ここ1年ぐらいはですね、休みの日でも僕はヘアセットをするようにしています。ただ、月曜日から 金曜日よりも少しですね軽めのスタイリングをするぐらいにしておいてリラックス感を出すんですがそれでもヘアセットをした方が休日のファッションも楽しみやすいのかなというふうに思ってますまずはちゃんとヘアセットをすることも大切ですしヘアスタイルにもトレンド感があったりするのでどういったものが大人男性に似合いやすいのかというのも微妙に変化をしているのでぜひ皆さんにはですね Google とかで大人ヘアスタイル男性とかいう形で検索をしてみると結構事例が画像で並んでくるのでそういった もののををを参考ににししなながらでですすすねね美容師ささんととととと相談をしてて、ね、今の年齢っったヘアスタイルいいいうころ意識れるかなと思ってます、まあ、僕自身はですね、おでこを出すスタイリングにしてるんですが、最近ではですね、前髪を下ろすようなスタイルもトレンド感があるので、このあたりはですね、自分にはどんな髪型が似合うのかなというところで、いろいろと検討されるといいかなと思います。本当にですね、僕自身もこれはすごく感じているんですが、いろんな方をスタイリングする中で、 ファッションは完全に決まっても何かしっくり来ないなという場合は大体いいヘアスタイルがイマイチということこれが少なくないのでぜひですねファッションとヘアスタイルはセットということを頭の片隅に置いていただければなと思っています はい。ということで、今回の動画では、なぜかおしゃれに見えない理由、ベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、中にはですね、当てはまるものあったかなと思うんですね。まあ、例えばですね、高いものを買って結構長く着がちだなとか、あとは色使い、ちょっとビビットなものが多かったりだとか、曖昧なものを使ってるなという方も少なくないかなと思うので、どれかですね、当てはまる項目があったら、 今回の動画を参考しながらですね、ちょっと方向を変えてみるきっかけになったら嬉しいかなというふうに思っています。まあそんなことを語りながらもですね、僕自身もなんかしっくり来ないなとか、なんか自分に似合ってないなと感じることは未だに少なくないんですね。 まあそんな時に今回挙げた5つの項目、どこかしらにですね、該当してることが少なくないんですね。例えばヘアスタイルがちょっといまいちだなと思うこともあるし、あとはちょっと僕のキャラクターに合ってないものを買っちゃったなっていうこともありますし、そういった具合にですね、今回挙げた5点をですね、皆さんのファッションの指標にしてもらえたらなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 以上スタイリストの大山春でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンンバーシップチャンネル。